やっぱ電池変えたらいいですね。どんでもなんとか、どんでもなんとかなんとか、今までの音楽も何とか何とか何ですのに案内をしても金払わない。僕に金払ってる。それで何だ。対戦、そして得意ソメラージュ。皆さんこれ言わない。だけでも一発。一発よ。レーザー桜抜けです。大好きなダイヤモンドマスクパターンサポートスクーマトです。リッチェルしたかというと、まあ、正確に言うと、この本はシャルリー・エブドに記念された風刺画っていうのを、まあ、複数その、まあ、いろいろピックアップして、ただピックアップの文脈はよくわからないんですけど、その画像というのを転載して、それに対して明らかに注釈をつけながら転載してるんですけど、一切その文脈とか、まあ、その表現の問題とか、その回転として機能してるんです。どうしてその絵がそういう風に掲載されてるのかっていう背景とか、それとなんか理論を呼ぶっていうことを言ってたけど、理論を呼ぶっていう材料としては非常に、まあ、稚拙であると。で、加えてその画質っていうものも掲載されてるものもあるので、その掲載している資料に対する敬意も感じられないし、で、加えて例えばムハンマドのその風刺画に対してモザイクをかけたりしていて、そうした処理を施すことによって、じゃあ絵を呼びたいみたいな、そうした加工を行うっていうのは一体どういうことなのかよくわからないっていう話をしたわけです。で、昨日はちょっと時間の関係で話さなかったんですけど、昨日ちょっと思っていたことを今日朝日新聞でその、映画監督の森達也さんが、触れていて、第三書館から実は森達也さんにその原稿の転載依頼が来たんだ、それを断ったんです。それは出版の趣旨も十分納得できなかったって述べてるんだけど、その後にネガティブさを強調する記号であるモザイクを愛に使うべきでないとの思いもあるって語って、そうそうそう思ったんだよ。新聞の記事が感じました。というのはね、そのムハンマドの風刺画にはモザイクをかけていないんだけど、同じように風刺画がとして紹介されている記事とかの絵にはかけられていないということは、これはなんかこうモザイクをかけた第三書館の側が、これはその風刺あるいはそのヘイト的なその表現の管理を行っているということになるわけで、そこにこうモザイクを載せることによって別の記号として表現をしているということになるわけです。で、それっていうのが例えばそのモザイクをかけて、つまり封じてはいけないような対象なんだっていう方にも投げれば、今の例えば社会状況だとある種の形で、社会的メッセージを感じる先生もあったりしてですね、そのあたりの生徒はいけないとか表現の自由に過剰言うべきではないとかね、まあ、そうしたような気持ちの中にこういった基本を使うことのなんかこう配慮というか、なんか指導というか、そうしたところがなんか
さんに練習するとこだけは思ったりしたんですけど、まあなのであんまり初戦もそれだけ思ってることがなく、僕の研究室は考えていきそうだなという感じがしますが、なんかこうやっぱりちょっと臨場美術のような感覚を抱いてしまって、あまりなんか気持ちいいものがないし、なんかこういう仕事をする研究者の仕事をしたくないものだなと、そういう価値としては思ったりする次第でございます。はい、というわけでいきましょうか。はい、今夜のメッセージのテーマは、Thank you.